一郎。日本の野党やメディアはひどい。ガネットではない。内容はこちら。一郎が安倍首相との会食の中で、日本の野党やメディアはひどい、と語ったようです。では、内容を見てみましょう。一郎。日本の野党やメディアはひどい。桜を見る会よりも、米中貿易摩擦とか、もっと大事な問題があるでしょう。海外から見ていると、本当に馬鹿らしい。さすが一郎ですね。それが日本人の感覚です。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。知ってた。日本から見ても馬鹿らしいぞ。国内から見てもひどいです。日本の野党やメディアは、日本国内から見ても異常極まりない状況です。次はこちら。大半の日本国民はそう思ってるよ。普通の日本人ならそう思います。この問題でワーワーギャーギャー言ってる日本人は、情報弱者くらいだと思いますよ。次はこちら。今度は一郎を私物化したのかよ。国会できっちり説明してもらわなきゃだな。安倍首相の一郎の私物化。野党やマスコミのロジックからすると、そうなりますね。馬鹿らしい。次はこちら。さすが一郎だわ。属さず持論語る一郎、かっこええ。やっぱり一郎は日本人の鏡ですね。かっこええ。最後はこちら。国内から見ても馬鹿らしいので支持率に出とる。支持率を見れば一目瞭然なのですが、支持率が下がっても未だに野党は国会会期を40日間延長しろと騒いでますからね。野党はもう吹っ切れたのでしょうか。結論。一郎の考えこそが当たり前の日本国民の感覚だと思います。今の日本の野党とメディアの状況は、日本国民でなくとも世界の人々がみんな異常だと声を上げると思います。もっと重要な問題があるのに、すべてスルーで桜一色。こんな政治家やメディアの存在は、どう考えてもこれからの日本に必要ないでしょう。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と質向上のための励みになります。ぜひこの機会にチャンネル登録のほどどうぞよろしくお願いいたします。